今回紹介するのは、君死にたまうことなかれ、神風特攻流虎隊という本です。戦後70年、本当に戦争のことを知る人が少なくなってきている。私も全く知らない。特に国民というか一般市民、各家庭でどんな暮らしがあり、 どんな思いで生きてきたのか表に出ることなくすぎてしまっている気がする敗戦の色濃くなったゆえの苦肉の策か狂気の沙汰かと思うことばかり二十歳に満たない少年兵が乗る布張りの練習用飛行機に250キロ爆弾を抱かせ 敵艦に体当たりさせる特攻作戦が行われたなんてあっていいことなのだろうかそれを支持した人たちが許されていいのだろうか特攻隊員の思いを共有できるわけではないがほんの少し感じることができたどんなに無念だっただろうと思うその息子を見送った母のことを考えるとどんなに辛かっただろうと思う改めて平和の時代に生きることのありがたさを思うが こうした戦争があったことは決して忘れてはならない。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。